ホーセンスの紋章。ホーセンスは、デンマークの都市。ユラン半島のオーフスの50キロ南西、バイレの30キロ北西に位置する。人口5万1112人。欧州自動車道時 E45 号線が市内を走っている。ホーセンスは、ユラン半島東岸のホーセンスフィヨルドの湾王にある。市は、典型的なモレーンに囲まれた地形で、氷気後期に氷河に削られてできた。 低い丘と谷がある。ホーセンス市内、ホーセンス市は、最近、新規産業の移転や企業活動の拡大によって、積極的な発展を経験している。多くの電気企業と印刷会社がここを拠点とする。ホーセンスにはデンマーク唯一の産業博物館がある。また、ビトゥスベイリング大学がある。近年、文化事業の発展と拡大に努力が払われている。 著名な国際的ミュージシャン、ジョー・コッカー、エルトン・ジョン、ビーチ・ボーイズ、ボブ・ディラン、トム・ジョーンズ、ブライアン・アダムズ、デビット・ボーイ、ホセ・カレーラス、ウエスト・ライフ、R.E.M., ポール・マッカートニー、ロビー・ウィリアムズ、ローリング・ストーンズ、マドンナ、ドリー・パートンらがホーセンスでパフォーマンスを披露した。ホーセンスの最大級の文化イベントは毎年8月の 最後の金曜日と土曜日に開催されるヨーロッパ中世フェスティバルである。市中心部は北欧の大きな中世の市場へと変身し、あらゆる年代の男女が楽しめる催しがある。毎年3月にクリミメッセン祭りが開かれる。犯罪、ミステリー、スリラーなどを主題とした文学の催しである。主催はホーセンス私立図書館で著名な犯罪文学作家が参加する。 サッカークラブ a c ーセンスの本拠地である。ありがとうございます。